ちょっとつなぐ宿題ちゃんとやってる？あら？上手じゃない。私のトラックとは全然違うみたいだけど。うん、これは僕の未来のトラックだもん。あなたのトラックなの？そう、ママみたいにトラックの運転手になりたいんだ。そうなの？ママとっても嬉しい。つなぐが将来トラック運転手になる頃には運転の仕方もきっと変わってるんでしょうね。未来ではトラックは今よりもずっとスマートになってるはずよ。自分好みにカスタマイズできたり、トラックが自分で出発準備をチェックしたりね。それに地方の方ならトラックが移動式の物流拠点みたいになるはずよ。搬送ロボットが農家の野菜をトラックまで運んで積み込んでくれたり、薬みたいな急ぎの荷物も配送ドローンが空を飛んで遠くまで届けてくれたりしてね。地方に住む人にとって頼りになる存在になるはずよ。すごいね。ドライバーにとっても頼れる存在だわ。運転手のつなぐも楽ちんになるし、しかも省エネで走れるの。本当？高速道路で隊列走行をしている間は後ろのドライバーはゆっくりすることができるし、バスだって隊列走行することもできるようになるわね。しかも高速道路でトラックの充電もできるようになるのよ。そして高く飛んでいる監視用ドローンは隊列走行を見守っていて、危ないことがあれば教えてくれるの。すごい。すごいよね。もっとすごいこともできるのよ。倉庫に着くとトラックが自動でドッキングしたり荷物の積み下ろしをするの。休憩したり帰りのトラックに乗り換えたり、どこかに遊びに出かけたりね。じゃあおばあちゃんの住んでる地方にも行けるね。行けるわよ。それから他の人に運転を任せることもできるの。トラックが自動で運転してくれるから休憩したり友達とビデオチャットしたり映画だって見れるわよ。誰と話そうかな。もちろんママでしょう。つなぐのトラックはスマートでいつでも社会とつながっていて安全だけど、何よりもとっても優しいの。そこが一番いいな。さあ想像の世界はここまで。もう行かなくちゃ。つなぐも宿題終わらせるのよ。ママ今日はどこへ行くの？未来へ。UD Trucks